それではですね、今回は令和2年度賃貸不動産経営管理士試験見事合格されました広川直樹様にインタビューをさせていただきたいと思います。広川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、本当に良かったです。はい、一発合格でしたかね。そうですね、はい、おめでとうございます。では最初にですね、まず広川様の自己紹介ということで、はい、簡単で結構ですのでお願いします。わかりました。はい、私とこの町賃貸不動産経営管理士の資格を受ける、まあ、5年前に一応宅建業の宅建士 の, 免許の資格を設けまして、それで一応宅建士の業務という状況で、私自身は今不動産の賃貸業を、まあ、営んでおりまして。なるほど。はい、なのでまあそれに直結する資格ということで、こういう資格があることを知って勉強することになったと、はい、そういう質問になります。はい、なるほどですね。そうすると、はい、おそらく次の質問にも関係してくるんですけど、賃貸不動産経営管理士、これ受けようと思った、理由というのは、やはり実際に、賃貸業というか大家さん業をなさってるから、それで、はい、ということですかね。そうですね、はい、それがやっぱり大きいかなと。まあ実務にそのまま直結するものが体系的にこう、はい、勉強できるということで、はい、全然知らなかったんですけど、はい、こういう資格があるということを去年知りまして、ぜひ見ようというところが一番です。はい、そうですね。実際にやっぱり竹もお持ちだということですけれども、竹と違ってきますよね。管理のこととかね、経営のこと入ってきますのでね。まあ、竹の中でもその賃貸不動産に関するところをすごく掘り下げて、細かく勉強できる内容だったな。はい、はい、ありがとうございます。そういったことで受けられたということですね。では、はい、受験するにあたって上がると選んでいただいた理由ですね。例えば独学でチャレンジするっていう方法もあったかと思うんですけれども、弊社を選んでいただいた理由を教えていただけますか。はい、まずの資格の存在を知ったのが、去年の多分8月の後半ぐらいで、こういうのもあるんだっていうので、はい、調べると、どれ11月の、はい、3週ぐらいに行われるようだということで、はい、あんまり時間がないということで、はい、まあ、どうやって勉強しようかなと思ったときに、はい、まあ、まずは本屋さんで、賃貸不動産経営管理士の教科書っていうか、教科書の分厚い教科書を、まあ、購入したんですけど、はい、ちょっとやっぱり重くてですね、もうちょっとすごくボリューミーで、あ、これで、今年は、はい、諦めかけてたんですけど、ネットで一応まあ資格スクールさんとか調べてみたときに、曲がるとさんのボーダーがやってらっしゃることを知りまして、そうなると、どうやら去年の合格率が 80% 以上と、あれですね、こんなことがあるのかとびっくりしまして、合格率、まあ、試験のことをいろいろ調べたところ、どうやらその不動産経営管理士資格は、まあ、将来、来年度には国家資格化が決まっていて、試験時間も90分から120分に伸びますと、はい、でどんどん下がっていっているので、はい、まあ、今取った方がいいだろうということも知りまして、はい、この合格率 80% 以上って書いてる、上がるとも信じて、はい、やるしかないなと思いまして、はいはい、申し込んでいただくことになりました。はい、ありがとうございます。そうすると受験というか、こうなんて言うんでしょうね、勉強する期間自体は結構もう本当に試験日に近かったというか短かったわけなんですね。そうですね、申し込みを、アナルさんのところに申し込みしたのは9月の13日で、相談したのが多分9月20日ぐらい、はい、そこから2ヶ月弱ぐらいですか、うん、まあ、時間はかかったんですけど、はい、まあ教材に届いてみたら、うん、まあ、僕が最初に見たその、はい、教科書に比べてすごくコンパクトに、はい、しかも重要なポイントだけまとめられていたので、はい、まあ、これが頑張れば、うん、なんとかなりそうだなと、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。はい、
ではですね、実際にじゃあなんとかなりそうだぞと思っていただいたということで、日々に実際どういう形で勉強されてたかということを教えていただいてもいいですか。何か工夫とかあったらあれば。そうですね、まあ、ちょっと業務もたまたまですね、うん、忙しい時期と重なっていたことがあったので、まとまった時間が、はい、取りづらい環境だったので、うん、はい、ただアルプさんの教材って、うん、すごく堂先生の講義が細かく、うん、時間短く切り入れられていて、はい、中に2分とか3分あります、長くても5分20分とかっていう講義だったので、はい、その細切りの時間に、はい、合間とかにこう、はい、ちょこ毎日いう会議講義を見るようにして、はい、基礎講義、総合講義だけは、はい、早くこなせるぞっていう意識で、はい、そこが大事だと思われるポイントに、うん、毎回マーカーをされていた、はい、そこをしっかりマーカーを移させていただいて、はい、基本的に復習するような形で講義を活かすんで、はいはい、じゃあ同じようにこうチェックしていただいたっていうことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ではもう本当にこの少しの時間を積み重ねられて学習していけたということですけど、講座を受講してみてという次の質問になるんですけれども、はい、これ実際ね、広川さん実は過去問と山当ては見てないよというお話だったんですけど、それで受かれるのは、はい、先ほどもちょっとお話ししたけど、はい、本当に素晴らしいと思います。大きかったと思うんですけど、先生のそのマーカーのところがやっぱり、はい、出たというか、こうちゃんと、はい、正確に抑えられていれば、まとめる問題多かったかなっていう気はし、はい、それはすごい逆に私にとっては励みになることで、やっぱりインプットとアウトプットのバランスってやっぱりあるのでね、インプットの方で総合講義の方だけでもね、1回で合格できたっていうのはね、本当にすごいなという、本当にありがとうございます、こちらこそ。はい実際どうですよね、講義を受講してみてということで、まあ、短くまとめてるとはいえ、学習できる期間自体がね、もう9月とかだったらあまり限られてたわけじゃないですか、はい、で忙しいってこともあり、はい、はい、まあ、逆に集中して、はい、危機感はまあありましたね、はいはい、講義すらも受け終わられるっていう、結構固まっていたところはあったので、はい、逆に集中して毎日、はい、知識がこう出ていく前に、うん、はい、ちょっとこう勉強できたのが良かったのかなというところですね。テキストもやっぱり英語サイズですごいこう、はい、コンパクトに持ち歩けるタイプだったので、はい、結構しっかりこう外出したりするのも常に持ち歩いてですね、はい、でちょっと時間の時に、はい、マーカーの箇所だけで見て、うん、理解とできないところは文字で読み直したりとかして、はい、それも常にこう、何でしょう、勉強する環境が、はい、周りに、はい、常に持ち歩ける状態だったというのが、はい、良かったかなという気がします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ご自宅だけではなくて、外にも、もうテキストもそうですけど、持って行って、まあ、こまめに繰り返していただいたということなんですね。はい、ありがとうございます、はい、ということで、ではですね、いよいよそれで受験日を迎えられて、で当然その日に、はい、なんていうんでしょうね、自己採点なさったと思うんですけれども、はい、実際その発表になるまで賃貸不動産の場合って何かこう何パーセントで合格なのか、何点ぐらい取ればいいのかってね、宅建とかほどはっきりしてないので。うん、結構辛い気持ちの時もあったかと思うんですけど、合格した時の気持ちを教えていただけますか。はい、まあ、この試験って、はい、まだそのできてからこんなに長い歴があるわけないので、はい、しかも資格化が決まっていることって、うん、もう過去からどんどん合格点、うん、合格率が下がってきている方が、何でしょう、合格点に関して、はい、確か各校の結構読みが、うん、外れたというか、うん、各校が出しているよりも高かった、はい、合格点だったと
コンポ先生が出していただいた34プラスマイナス1っていうところはギリギリ超えている36点だったんですけど、あんまりちょっとやっぱり去年のことがあって、過去のこともあって安心はできず、ちょっとまあ総合講義から先に進めなかったから仕方がないなとは思っていて、次はこう合格できて、まあよっしゃーってこうガッツポーズ、そうですよね、嬉しかったですね、本当におめでとうございます。ではですね、今後の展望というふうに題名になってるんですけど、まあ、当然この中田不動産合格されて、はい、実際に今業務をやってるお仕事にね、はい、直接関係してくるとは思うんですけれども、展望、何かお話ございましたらお願いしていいですか。わかりました。私ども不動産賃貸業を、まあ、既にやっているということなんですが、法人が2つありまして、2社経営しているような形になって、それぞれがその法人を、物件を持ってやっているんですけど、それとはちょっと別で新しく法人を去年の8月に設立したんですね。不動産をその保有することをあんまり意図せず、サービスを提供する会社にしようかなと思ってまして、2つの柱として、1つはその不動産の、管理とか、あとまあ宅建も一応組み合わせて、1階とか売買とか、将来的にはと考えているんですけど、不動産賃貸経営管理士を取れたことで、まあ、その会社の、まあ、不動産賃貸業のプロフェッショナルという形で、しっかりその、まあ、まずは自社、2社で不動産の管理をしていく、プラス将来はそのユーザーの方々の、管理とか、まあ、そういうこともやっていけたらなということで、まあ、いい滑り出しが、そうですね。お話聞くと本当に今年受かって本当に良かったですね。まさに、関係してきますもんね。本当におめでとうございます。合格率がさらに厳しくなって、もう今年 29%、まあ、30% 切っちゃってましたからね。本当に良かったです。おめでとうございます。ではですね、次に結構これざっくりした質問なんですけれども、広川様にとってアガルートとはどんな存在でしたでしょうか。まあ、僕からするともう天使というかキューピッドのような存在急にこう現れて助けてくださった、はい、素晴らしい予備校だったというところ、で、まあ、実際まあアガルートさんの講義を受けさせていただいて、まあ、不動産生 の講義 の聞きやすさであったりとか、あとはその感覚、一つ一つの講義が区切られている点であるとか、あとはその英語サイズ の見やすい、持ち運びやすいテキスト、それで一個一個の工夫を全部足し上げた結果、その教材の質と量というところで、すごいベストバランスになるなというところ、結局、まあ、最短ルートで、ために、本当にありがたい存在だったなと。ありがとうございます。追い抜けて他の会社さんより高いのは、まあ、そういう、なんかそういう裏付けがあってのことなんだというふうに、まあ、今思います。ありがとうございます。いいことだけおっしゃっていただいて大変恐縮です。ありがとうございます。それではですね、最後に広川様から、まあ、今年度、令和3年度ですね、受験される皆様へのメッセージを頂戴してもよろしいですか。はい、わかりました。まあ、私は9月の下旬から勉強をスタートした人間で、あまり総合講義しか受けれなかったという不真面目ですけど、それでもですね、アガルートさん の教材と先生を信じて、やれば、なんとか合格に届きましたので、まあ、皆さん、もうちょっと余裕を持って、まあ、総合講義が当然のこと、なんて言うと、講座もしっかり受けていただいて、で過去問は2、3回回せば、まあ、十分どなたにも合格できるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ時間がなくても、こういう意味もいるので、最後まで諦めないで勉強していただければ、と合格できるんじゃないかなというふうに思っています。頑張ってください。ありがとうございます。結構やはり、50問に今年から増えたこともあって、
過去問だけでは厳しいんじゃないかっていうね、いろんな意見があってね、結構不安になられてる方多くいらっしゃったんですよね。で、はい、それはやっぱりこの令和3年度も引き続き心配になってる方多くいらっしゃると思うんですけれどもね、それでも時間がそんなになくても、頑張れば合格できるってことはね、実際広川さんがね、こうやって立証してくださってるわけなので本当に励みになると思います。いいお話ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、ここまでですね、受験生の皆さんへのメッセージということで頂戴しました。本日は広川さんもありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴くださりました皆様ありがとうございます。